三菱英機プロ野球一刀両断プロ野球界のさまざまな現象や問題に坂東さんにズバッと鋭く内閣を攻めていただきますが今週はこちらですバッターの勲章本阿部第4打席まだヒットがありません2000安打まであと1本4球目を投げました打ちました大いた泣 2000アンダを達成しましまたジャイアンツ一筋17年積み重ねたヒットがとうとう2000本に到達ジャイアンツの4番として2000安打をついに松田で達成いたしました 今お聞きいただきましたのは8月13日、松田スタジアムでの広島対巨人戦、巨人安倍晋之助選手が通算2000本安打を達成したシーンでした。2000本安打とよく申し上げますが、正確な表記では2000安打と申し上げます。これ新聞の表記でもそうですし、我々放送でも2000安打と申し上げるわけですが、はい。しかし本当にあの、ちょうど僕はあの、生で見てましたので、はい、ね 同点に追いつくとかいろんなチャンスがあっただけにですね、はい、そこでなんか一発でも出て欲しかったというか、考えたら僕らはあの羨ましい球団でもあったんでね、はい、あの日本のプロ野球の歴史っていうのはやっぱり巨人になりますんで,そうですね、はいそこから生まれるというか、長島に次いでというか、 よくぞね、ここまで頑張った。チャッチャーだけに非常に過酷なポジションで、でね、ここまでっていうことは大したもんです、これは本当ですね。はい。安倍晋之助選手はこれ、日本のプロ野球 NPB だけの記録達成としては、史上49人目。えー、イチロー選手は松井秀喜選手、井口選手や青木典近選手など、日米通算も含めると、史上55人目の2000安打になりました。で、巨人の生え抜きでは、 川上哲春さん、長島茂雄さん、王貞晴さん、柴田勲夫さんに次ぐ5人目の異業、あれ柴田勲夫さん以降がってことを考えると、うん。もう長いですよ。はい、実は巨人の生え抜きとしては、37年ぶりだったんですね。だから僕らの時代ですから。ああ<ー>。柴田にしても。ね、はい。 川上哲治、哲治さんですが、哲治とも僕ら言ってましたが、はい、この方が引退なさったというときはね、すごくたくさんの名選手が、藤村阪神の、はい、そして中日の西澤道夫さんとか<ー>杉下さんとか、はいな、な、なたるもう名プレイヤーが有名な方が、一気にドッと新陳代謝というか、交代<ー>したお辞めになった時期がったんですね。はい、そしてほ、ほ、とんどの方が監督なさってますもんね、<ー>後に。そうですね。はい。 その後ですからもう長島さんの、お佐田春さんのお二人がプロ野球を引っ張っていくわけですよ。はい。はい。そしてまあ村山実だとか、秋山さんだとか、土井だとかね、また名選手が出てくるわけですけども。そうなってくるとやっぱり、ここでね、安部君がやっぱり2000本打ったということは、2000案だということは本当に、 嬉しい限りでございました。そうですね。はい、その時代をこう、また蘇らせてくれる、えー、一つの記録になったのかもしれませんね。はい。まあ、中央大学卒業ですから、えー、安部慎之介選手は、大卒のキャッチャーとしては古田敦也さん以来二人目。え、ね、キャッチャーとしてだけでも野村克也さん、谷重元信さんらと並ぶ四人目ということで、いかに万野さんからあったように、このキャッチャーの方が2000アンダー打つのは難しいかと。 え、さて、ね、今週はその2000アンダーにスポットを当ててお送りしてまいりますが、今シーズンは、ドラゴンズの荒木正宏さん、それから日米通算では、青木紀一選手も達成しております。本当にここ数年は、続々とこの2000アンダー達成者が出てますが、はい、え、ちょっと過去を振り返っていただいて、坂東さん。はい。坂東さんがあ、2000本のうち何本か貢献したと思われる選手を、ちょっとお名前をあげたいと思うんですが。お、長島 <laughs> <laughs> なんで呼びしてするんですか <laughs> ま、例えば、その、長島茂雄さんは通算2471本。ええ、この人はすごかった。はい。王、うん、さんも2786本も打ってるとその中にホームランが何本つったってすごいですからね、<ー>考えたら。そうです、ね。だけど、長、あの、長島さんの、にもホームランは打たれましたけど、はい。はい。はい、エイジ打ったぞってセカンド回られた時は、本当に腹立ちましたよね。<laughs> 無邪気にそうね。無邪気に飛ぶように走るんですよね。 ああよくね、こう映像で見に行っとありますが。はい、そして、王貞治君と話すると、お前から打ったかなって、記憶に長いぐらいで。あ、あの、本当にあの、これね、以前もご紹介しましたが、はい、王さんはね、もう坂東さんよく抑えてらっしゃった。通算打率も非常に、ねはい、抑えてらっしゃっすが。3本打たれてるはずですね。<ー>それも、いやいや、もう、リーフに行って、2本打たれてますからね。王さんね、まさにこうキラーとして名をはさえていた坂東さんだと思いますが。いやいや えー、それから松原君っちいうのがね、<あ>僕は覚えてます。はい、この誠君っていうのは。なんでかってと彼は初案だが僕からですから。これあの、ご本人にも伺ったことあるんですけれども、はい、そうなんですね。それで自信を持ってレギュラーになったって言いますから、<ー>僕は育てたっていうことでは、功労者ですよね、えー。ね、こういう名だたるに三本打つ人々と、はい、 バンドさんは実際対戦なさっていたとで,すです、ね、これ投げるピッチャーの側からしたら、まあ柴田さんもね、通算2018本打ってますけれども、バンドさん引退されるまでに746本もすでに打ってますそうですね。あのー、柴田君も悩んだも多かったんですけども、ね、これスイッチヒッターになったんでね。<ぁ>途中からですからね。で、よりこう、<ぁ>一塁近くなってっあの。素晴らしい選手でしたね。はい。絹笠さんとも対戦されたりしてるんですね、バンドさん。 <laughs> 知ってますよ。<laughs> 僕は11年やってるんですよ、<laughs> なんでかんだって。<笑><笑>まあしかしこれ投げるピッチャーからすると、こんな名だたる方々と対戦していた時期にね、プロ野球のピッチャーとして投げるっていうのは。<laughs> 当時10年選手のね、あの、バッジをいただいてますんで。<laughs> ああ、はい。はい、それも A 級だったら、ちゃんとセントラルリーグからくれるんです、プロ野球。まさに勲章ですね。勲章ですけども。えー それをもらえただけでもね、まあ自分でよくやったなと思いますけど、それを打ちのめすやっぱり打者がこれからもどんどんと出てくると思います。今年の高校野球もそうでしたが、もう打工到底にどんどんなっていきます、ね。そうですね、ホームランが本当に多かったんでね。 高校野球をお。お願いですからね、向こうは卑怯ですから、ボールはよく飛ぶようになるわね。<laughs> 練習するの量も多いし。ですから、1メートル前から投げさせてほしいです。あははは。あ、ピッチャーにもちょっとハンデをね。そうです。ええー。<laughs> あの、何回から太陽ホエルズに移籍したスタンカというピッチャーが、はい。打てなかったんですよ。おかしいな、おかしいな。2メートルぐらいありましたからね、世話。いわゆるこう、投げ下ろすという、ね、投げ下ろす。はい。 これで、よーく見てたら、半歩前から投げ取ったっていうね。<laughs> ピッチャープレート前から投げた。<laughs> 前から。だけど大きいから分からんかったんですよ。<ー>はい。まあ足元見たら違反統計だったっていうね。<laughs> ね、後ほど分かったんですけども。あの、実は、はいえー、次なる、ジャイアンツの生え抜き2000アンダーを達成するんではないかという候補がいまして。はい。坂本あ<ー>早人選手。そうですよね。ねそれとね、彼は故障しないですから。 本当に出続けてますからね。ねえ、えー、いですよ。あの、まあ、内野手っていうから、まあ、キャッチャーとかがね、一番、だけど、走行手揃ってますからね。ねまあしかも、ショートは結構ね、ま、はい、た負担のかかる感じでもありますが。かかすそ,それから、三遊間の球なんかでも追っかけて、そっから逆シングルで取って、ワンバウンドでアウトにするということですから。本当ですね。はい。彼の、もし2000本っていうのは僕は、ぜひとも見たいですね。うん、現場で。今年7月9日に通算、 1,500安打を達成してるんですが、はい、えこれプロ野球史上123人目、これだけでも貴重な記録ですが、あ,すすね、あの、坂本選手、この時点で28歳6ヶ月だったんですね。はい、で、これで1,500本到達というのは、うん、あの、ね、先ほどもちょっと坂本さんから出てきましたが、はい、榎本喜八さんの27歳9ヶ月に次ぐ、 NPB では2番目の年賞記録だったという、あの、榎本清さんに迫るスピードで1500、はい、本すに達成してるんですね。こうしてみると、榎本さんというのはすごかったんだなまあその榎本さんに迫る記録を作ってで、はい、これ、1354試合目の出場で1500本達成というのは、あの、張本勲夫さんは1359試合で 1, はい、はい、1500本だったんで、それよりも5試合、早く、うん ね、坂本隼人選手は達成したということは、これ、ということは、張本勲さんは、通算3085アンダー打ってますんで、ひょっとすると、これずっと、あるいはこう、選手寿命、今、最近長いですから。そうですね。ま、あのー、皆さん方、まあ、あの、体の手入れとか、いろんなことでね、<ー>トレーナーとかもちゃんとついてますので、ね、ずいぶん違いますけど、張本君との違いっていうのはね、張本君はね、いわゆるこう、 飛び込んで取るとか<ー>は。そういうことはなさる方ではないんで。<laughs> はい。おんみ大切でしたから。<laughs> なるほど。はい、怪我をしないようにしないように。はい、だから、もうね、悩んだだけれど、速さあったらすごかったですからね、ファーストまでは。 その代わり、もう、その他のボンダの時のはもう、のんびりと。ああ。まあ、左バッターでね、うん、当然、こう、一塁に、もう、ヤーすぐできるという。でも、ね、あ,<ー>あったので、はい、そういう点では、やっぱ坂本君の方が、怪我の可能性は非常に多いんで。で、あの、バンドさん、これね、はい、あの、今も張本さん触れましたけれども、はい、張本さんの場合は左バッター。はい。坂本選手は、右バッターなんですよ。全然アンダーないですかああ、すねあれ、大方二歩ありますからね。 だって、打ちながら走<ー>走れるわけですから。走り打ちとね、あ<ー>よく言いますけれど。はい。はあ。まあ、それ考えると、はい。これ、坂本選手の、ね、こう、すでに1500本安打を達成してるのは、これ、かなりの数字だと思わけですね。いや、かなりというより僕は、天才に近いな。それと、まあ、両親に感謝するように、あれだけ俊敏に動けて、怪我が少ないですから。ああ、はい、ですね。はい えー、まあ、そのまま打ち続けますと、おそらく、う坂本選手の場合、うん、シーズン平均で、160本からだいたい170本のヒットを打ってますんで、これで計算しますと、31歳なる2020年、東京オリンピックの年には、2000本いくんじゃないかと。はい。い,いですね。人々の記憶に残る選手になるかもしれません。はいえー、ということで、今週は2000安打にスポットを当ててお送りしました。以上、プロ野球一刀両断のコーナーでした。